さあ、17棟の下点が完了しました。体制完了。ゲートが開いて飛び出した。17棟でやります。まずのスタートかと思います。注目の先行争いでありますが、11番ヤマニンサルバムが行く構え、湘南マグマが上がってまいりました。マテンロウスカイ、この辺りちょっと離れているトーラスジェミニ、そしていたヤスティンカフェと横山であります。これをマークするように、レイムフロムヘブン、そしてその後ろから4番川北レブリー、インダストリアがそのうちにいます。それからもう一頭、1番エアロロノア、レクセランス、外から行こうというところ。それから12番エアファンディザ、内を通って9番ガロアクリーク、そしてその外に17番ルージュエバイユ、その内からはラストドラフト、7番ピースワンパラディ。早くも大欅の向こう17頭が差し掛かろうとしております。その外からはヤバニンサンパ、府中のスタンドが揺れています。白い帽子マテンロウスカイが先頭、さらに外ジャスティンカフェか、依然先頭マテンロウスカイ、ちょっと差がある。さあこのまま逃げ切ってしまうのか。2番手に湘南マグマ、2番マテンロウスカイがまだ粘っている。ヤマニンサルバム懸命に追う。2番手にヤマニンサルバム、先頭横山とマテンロウスカイ、エアファンディタ懸命に追う。足色がいいエアファンディタ、捉えるか、このまま粘れるか。マテンロウスカイ、インダストリアがかわした。エアファンディタかインダストリアか、首の上げ下げ。さあこの一着は際どいぞ。いい感じですね。1着3番、2着12番、3着2番以上のように確定しました。